原口あきまさです。モノマネとかやってます。新企画第2弾、ガシャを回そう。ガシャガシャ、はい、さあ今回はですね、どんなガチャガシャなのかということで、はい、ちょっとやっぱりね、大人のガチャってキーワードがすごい出たじゃないですか。ああ、確かに。前回も、はいはい、大人のガチャっぽいガチャを回します。お酒プラスおつまみ、もうおっさんにはもうたまらないガシャでございますけど、第1戦、霧島焼酎ミニチュアコレクション。はい、まずは、はい、焼酎です。焼酎、芋焼酎、霧島だけのガチャですね。そういうことですね、まあ、霧島だけのガチャでございます。芋焼酎、今もう麦焼酎ほぼ飲んでるんですけど、はい、昔やはり僕福岡出身なので、はい、芋焼酎が主流でございました。はいはい、それではやっぱ黒霧島ね、はい、黒霧がもう大好きで、お飲んでおりましたけど、はい、今回そのパッと見た時に、はい、黒霧もあると、僕黒霧やっか、はい、赤霧を狙いたいなと思って、はい、でどうせお酒の焼酎の感じを回すんやったら、はい、ちょっとおつまみ欲しいなと思って振り返ったら、こっちにあったよ、おつまみが。あるやんかと、大人のおつまみセレクションっていうやつと、はい、お通しガシャがあります。 お通しだけのガシャポン。そういうことです。なんかやっぱつまみが欲しいなと思って。それだけでもう晩酌セットができるんですね。そういうことなんですよ。晩酌セット揃えたくなっちゃって、お、それ回していきましょう。はい、ボトルを入れるという意味で、はい、1回しか回しておりません。おお、さあ狙いは黒か黒切り赤、黒切り、黒切りか赤切り。焼酎、久々の芋焼酎飲みてえな。飲みながらやってもよかったけどな。さあ、お、ベベー、出ました、やりました。あ、すごいぞ森合君。はい、ベベー、黒霧、黒霧島、はい、なんとこう見てください、裏にもちゃんとラベルがついております。細かい、細かいね、キャップもちゃんとついておりまして、しっかりついております。この再現度すごいですね。これすごいですよ、300円でこのクオリティ。しかもですよ森谷君、はい、びっくりしたのは、はい、これだけでなんとグラス付き。すごない？うわ、これ完全に、じゃあこれで飲めますね。飲めんのよ。なんとこうやって、おじさんのままごとが始まりましたね。本当やな、おじさんのままごとが始まる。そしてこれプラスアルファですよ。今回お通し全5種類ありますけど、はい、3つ買いました。おお、私本気ですよ。ちなみにお通しは400円なんですね、このガチャ。400円のお通しなのよ。お通しなのに400円取るんですね。5種類あってですね、冷ややっこ、はい、枝豆、はい、タコワサ、はい、ホタルイカのお気づけ、はい、明太子。そこなんですよ。うわ、どれもいいですね。どれもいいでしょ。やっぱ福岡出身なんで明太子、はい、来ました、明太子。リアル、リアル、見て、めっちゃリアル。そしてお通しにちょうどいい量ですね。ちょうどいい量、ちょうどいい量。できればやっぱり枝豆来ちゃうとビール欲しくなっちゃうから、はい、焼酎だからやっぱりこのタコワサタとかヤッコあたりいいよね。できればタコワサとヤッコ狙いですか。そういうことだね。いきます。2個目、じゃあ、はい、来ました。こういった場面もよく見ますよ。2人で行けばお通し2つ来るっていうね。あ、ダブリダブリー明太、炙り明太じゃない、ダブリ明太。ダブリ明太来ました。ダブルとあれだな、ちょっとだけやっぱ損した気分だよな。400円ですからね。ガブっちゃったよ。どうせやったらじゃあ、はい、明太3つ揃えたいよね。逆に、もう逆にそっちの遊び方もできるよね。はい、何が出るよ。お通しさん、あと1個。おっ、うわ、リアル、ホタルイカ。
わ、リアルこれも。リアルこれも。見てこの器。この器あるよね、居酒屋。ありますね。すごいんだよね。タレもさ、わやばない。せっかってますね。しずる感が。いいお通しですね。いいお通し。ほんで、大人のおつまみセレクション5、200円しました。これ1回回しましたから。何が出るか。あ、うわ、出たー。これは、出ました。ジャーキースパイシーカルパス。スパイシーカルパスです。美味しいやつやろ。いやいいね。こっちで居酒屋、こっちでスナック。確かにスナックセットみたいな、はい、いい晩酌できますね。これはもういい晩酌。今日満足。おお、もうこれで。そう、あと氷少なめね、お腹壊しちゃうから。いいっすね。でこれ前回聞いたこの白熊さめにはこの哀愁漂ってしまう。合います。合うなこれ。まった楽しいね、ガシャハマっちゃいましたね。ハマっちゃったな。もうおつまみもやっことか枝豆とか出したくなってくるわ。揃えたくなるっていうのはありますよね。あるよね。それガチャの魅力ですよね。そこなのよ。森谷君、はい、飲むか今日。飲みましょう。同じセットをちょっと用意して、同じセット用意して飲むか。皆さんまたおすすめコレクションとかガシャこれやってみてみたいになったらぜひコメント欄に、はい、あの書き込んでください。よろしくお願いします。ということでチャンネル登録、あ、登録もう酔うてるやん俺。酔うてるやんか。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。原口あきまさでした。ほなまた。わー。